この番組上で占わさせていただきたいので、うん、その代わりこう公開になりますけれども、うん、結構毒舌です。はっきり悪いところを言います。あんまりいいところ言わないです。今週もやってまいりました、映画作ろうの、番組でございます。はい、はい、どうも、衣笠龍斗でございます。片岡玲子でございます。なんでまあまあいいです。今週はまたいつもの通りみんなの控え室をやろうと思います。今回から2回分のちょっと、ホームルームというか、ね、1人ずつやるのも寂しいので、たまにはこうやってみんなで集まる会をスカイプ中継でやろうかということになっております。はい、はいはい、まあ1週もあったんですよね、これで。うん、そうでした。ちょっと分かる、目まぐるしく動いていてちょっとわからないんですけど。もうね片岡さん、どうなんです、忙しさは。すごく任せっきりで、世の中がどうなっているのかというか、ちょっとわからない浦島太郎状態なんですけど。どうなんですか、最近皆さん、いかがお過ごしなんですか。もう変わらずにみんなやってますよ。で、私は私で、私は私でこの番組を一人で支えてまいりましたが、そろそろどうなんです。いや、もうどうなんですって、もうなんか監督に心配してほしくって、告知を受けましたって言っても無視されますし。立ち悪いと思いません。なんかある日ね、ある日メッセージでね、なんか告知を受けました、ショックで今日は仕事できません、ではまたって書いてそんなこと書いて、ひどいとか思います。これで心配してくれたら嬉しいじゃないですか。心配してくれないんですよ。ちょっと待って、お大事に。なんか結果どういいじゃないですか。いや、だって あなたそれ本当に大変だったら気使うじゃないですか。だから気使ってそれだけにしとこうと思ったんです。その前にね、いや本当にその1ヶ月ぐらい前、私がもっと忙しい時に、いやもうちょっと体が重症化しそうなんですよって打ったんですよ、メッセージに。そしたらすぐ電話かかってきてね、大丈夫ですか、大丈夫ですかってかかってきたから、しめしめとか思って、いや監督こうなってね、ああなってね、ちょっとしばらく人と喋ってないんですよとか言って1時間ぐらい喋ったんですね。そしてまた1ヶ月後に告知を受けましたって言ったら、なんか狼少年みたいな感じでまた言ってるわみたいな感じで、お大事にとかって、なんか経験値上がってるんですよ、もう電話してくれ。視聴者の皆様、今の話を聞いてどう思われます。私悪い、まるで私が悪いことをしてるように言われて、ほんま重症化した時って、ほんまです、ここが痙攣してきたんですよ、目が疲れすぎてね、もうヒク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 してきて、これだんだんヒクヒクなってきて、もう顔面痙攣みたいになるのかなと思って病院に行って大変だったんですよ。それからもう毎日毎日プールで泳いでね、リハビリしたんですけど、それが収まった途端、今度はコレステロール値が上がって調べてみたら、何もなかったら電話しませんってお医者さん言わはったんですよ。うんうん、突然電話かかってきてね、あなたこの間の血液検査出ましたよとか言われて、なんか甲状腺に出てますって言われて、ハセドウ病か足元病か、とにかく甲状腺が異常、数値が異常だって言われて、私、あ、がんだ。いやなんでそこに飛んでるの。ちょっと専門のところで見てもらった方がいいかもって言われて、ガンだって思って告知を受けました。死に至る病はガンだけなんですか、あなた。そうだ、これやばいっす、ガンっていうのと東橋先生が言ってるんだって思って、いや言えないから事故してるんだ思って、いや今言ってくれますから、大概のガンはマーカーだと思って言ったのに、もう見事にスルーされて、お大事に。さんごとそんなこったろうと思ったんですよ。なんか大変だった、大変だったんだけど、その時にメッセンジャーが来たから、いやそれどころじゃないんですよみたいな感じで書いたのに無視。これがなビジネス パートナーのやることでしょうか。いやいや、なんかすっかり私が悪いように言われてんだけど、すげえ不思議でしょこれ。いやでもそれでね、1週間専門のお医者さんで見てもらって、結局数値は大丈夫ってことになったんです。甲状腺炎、慢性甲状腺炎みたいな感じでなったんですけど、
いやいや、だからお大事にとは返したじゃないですか。で本当にやばい話だったら絶対ここにあの言いたいことあったらなんか電話するない、なんかもう一回メールが来るないするわと思って見てた。本当に落ち込んでる時はもう電話する気力もない。うん、いやいや、だからいやいや、だからあのその本当にやばい病気でもう死ぬかもっていう死ぬかもって時は自分からは言えないですよね。もう死のうと思ってる時にちょっと待ちなさいって言ってくれる人がいたらちょっと救われるっていうかね。いや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 、それはあの救われないステージっていうのもあるので。本当にいくつっぽい、本当にいくつっぽいんですかの人。いや理屈っぽくないこれは。喋り聞いてたら分かるでしょ。理屈っぽいんですよ。なんか気さくじゃない、理屈っぽい。なんで、なんか言いたいことがあったんでしょ。どうぞ。ああ、いや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 、別にね、もうね。これね、和やかに喋ってますけど、かけてどんだけ理屈っぽいか。いやいや。どんだけって、あ別に表と裏変わってないじゃないですか。表でも理屈っぽいけど裏でも理屈っぽいと。今の話は私感情の話なんで、あの ひどいところに追い詰められた人間、あの手出し下手に手出しをすると余計にきついことはあるんで、あの大丈夫って言われるのが悲しい時は よくあるので、私そうなんですか。あんまりにきついことがあるとね、大丈夫って言われると逆に悲しい。悲しい、あのだから連絡だけしとかなきゃいけないの、大丈夫って、てめえが大丈夫って言って、お前が何か俺何かできんのかって気休めだけ言ってた。その気休めも自分が納得したりとか、あの気休めだろうがっていう怒りが湧いたりするの。やばい時は取ったら優しさなのにね。でもうこっちはネガティブモードだってから終わるなって伝わってくるやつ。キレッキレジャックナイフだ。そうそう、でそれで怒ってなんか気が晴れるんないんですか、晴れない時もあるので、もうやめてっていう時がある。もう今はそっとしといてほしいってよくあるので、私じゃあいろんな人がいますから。あそうそうそう、あのさっきのあの、気さくなおっさん話で、あのそうそうそう、なんかこの間見ました、あれあのアマゾンのこの、この大体この、番組、この映画制作の教科書というこれの、プロモーション活動で始めたような番組で、まあ楽しくなってずっと続けてるけどね、あの出版の時に。それで、この間ね、アマゾンの、レビューの方に、時々見てたら、書いていただいてる人がいて、なんかこの映画作ろうの、この、YouTube の番組を見とけっていうのを書いていただいた人がいて。でその人にあの放送ではなんかすげえ気さくなおっさんですねとか言われた。うわ嬉しいとか思いながらね。違いますよ、スケベなおっさんですよ。またのなお理屈っぽいおっさん。ほらほら、もっと悪口から。ほらもっと悪口、ね、すごい親切な人いますよね。いい人がいますよね、この世の中には。もう本当にこういうのを見ていただけるとありがたいでございます。頑張ってまいりますので、よかったらもうすごいなんか励みになったのでありがたいことでございます。長いって、喋り長いってやめとけってとかって言ってくれる人は誰もいない。おかしいな。まあね、でもね、なんか自分の暴走を止めてくれる人がいて幸せなことですよね。感謝しておりますよ、毎日。お互いにね、感謝しておりますよ、毎日毎日。よかった、なんか落ち着いた、はいはい。おとなしくしとこうと思って、ちょっと喋りすぎたんで、ちょっと最近喋りすぎなんで。いやいや、もう爆発してください、面白かったです、最初。見てると、むっちゃ面白いという。先週何話した？メガネの話とマスクの話をしたんですね。それが先々週で、先週は占いでなんか話してて、そうそう、先々週がメガネとマスク、この人は人のコーナーのオープニングとエンディングで何を話し始めるのか楽しいなとか思う。何か喋らなきゃというこの責務感、脅迫観念が。もしくは言いたいことがたまってるよね、この。ならみりさんがいないからね、何か喋る、何かネタを振らなきゃと思って。そうですよね。じゃあ中峰さんも本当に4月、まあそろそろどうなんでしょう、またご連絡して。そうですね、ちょっと忙しいとが重なってましたからね、中峰さんも。あ、このバッグはもしかして神戸のこのバッグは魔法世界の映画のセットじゃないですか。いや魔法世界、白沢さんが出てきたジャックの使った、いやこれはボツになった、あれでしょ、ロケハンしたときハートのジャックやったっけ、スペードのジャックやんか、そんなフラップのジャック。
やね、見たよ、映画見た。喧嘩売るような。知らんさんが立ってたの、そこに。ほら、絶対あの自分監督したやつがこのタイトルのこの間違い方を、しかも自分は悪意なさげに素手に大概の監督を怒るよね。見てなかったらあれだよ、来たちゃんと見て言って間違ってるだけなんだから。普通横に人がいたヒーってなるやつじゃないですか、そのタイトル間違えて間違えてコソコソって言われる。そうですか、人の名前も忘れてるしね、覚えないしね、あかんね。まあまあそんな話もう10分くらいでしたけど、あと 何を、あ、そうか、そうですね、また今週もあの、あ、今週じゃない、今月とか、あとこれから2回もあの1人ずつでこういう形で行こうと思ってるんですけど、まあまあ来週はあの私の方ですね、来週はまた私のコーナーで映画制作の教科書の課外授業やりますけど、この次はね、ちょっと、今まで機材の話、まあ今やってるのはあの撮影の準備の話なんですけどね、で今まで機材どんな機材を使わなきゃいけないかっていうのをやったんです。次はあの、まあ必要なのはだから、カメラと人と場所が必要ということですよね、あの撮影に必要なのは。であのカメラっていうのはまあ機材のことですよね。機材はこの間で大体終わったんで、この次あの人と場所をどうやって撮影日に当日そこにあの現れるようにしとくかっていうことですね。でそれ何をするのかっていうと、あのスケジュールを作らなきゃいけないと、スケジュール管理ですね。でみんなが来れる日を集めてそうやっていくと、でシナリオの上であのこのシーンはこの人とこの人がいるみたいな話をしなきゃいけない。でこういうのはあのいわゆる昔から日本ではあの歌舞伎から続く伝統で、あの交番表というスケジュール表の作り方があって、これがなかなかもう素晴らしいのでね、うん、あのそれのやり方をちょっと来週はやろうかと思ってます。まあ、他にもあの向こうで言うとコールシートっていうのがあったりするんですけどね、これはこれでなんですけど、まあ日比助とかスケジュールとか日比助とかという言われ方もしますけど、私やっぱり昔の交番表という言い方が好きで、これがなかなかようできてある方法なんで、はい、ということをあの私は来週やります。さあその次が今度はまた片岡さんの占いの、うん、そうなんです、はい、あのね、まあ、何もなければ、12星座占い、今年の今年度の12星座占いっていうのをやろうと思ってますけれども、あの実はですね、私の一番得意な占いってね、あの水明学っていうちょっと特殊な占いなんですけれども、あの、はい、なんていうのかな、的中率というよりはその人の欠点を鋭く、欠点の原因、運勢をあの悪くする原因を突き止めて開運、絶対開運するという、あのそういう占いなんですけれども、もし映画関係者の方で、占ってほしいという人がいれば、あのこの番組上で占わさせていただきたいので、その代わりこう公開になりますけれども、結構毒舌です。はっきり悪いところを言います。あんまりいいところ言わないです。いいところはもういいんですよ。悪いところを直す、どんだけ直して開運できるかっていうね、うん、運勢の足を引きずる原因は何かというのをズバッと当てて、あの開運、実際それで開運した人いるんで、たくさんいますので、映画関係者の方であの出演して、もしなんかあのこの映画宣伝したいからとか、そんなんでもいいんですね。あのもうすぐ公開、映画公開直前の映画監督さんとか全然あの宣伝していただいていいですので、出演したい、見てほしいっていう人がいれば、映画関係者の範囲はどの辺まで、だから役者さんも、まあ、関係者っちゃ関係者だし、シナリオ書いてる人もだし、映画作りに興味がある人も関係者っちゃ関係者なんで。うん、映画監督、プロデューサー、俳優、あと映画スタッフですね、カメラ、まあ、カメラとか音声とか、うん、映画作る人と、出る人と、伝える人、だから劇場関係者の方でもいいです。あの今現在そうやってる人ですね、あのがいいかなと思ってます。まあそこはあの応募された応相談ってことですね、はい、きっと。で、はい、あのもしたくさんになったら、あの順番にまたあのこの日この時は大丈夫ですかって感じであの聞かせていただいて、あのぜひ出ていただきたいな皆さんとかって思ってます。なので、知り合いの方は、Facebook とかメッセンジャーで連絡いただいて、全然知らない方歓迎しますので、あのこの
YouTube のコメント欄とかに、うん、書いていただければありがたいなと思います。まあ、そういうことで募集でございました、はい、あの占って片岡さんにこのピシピシ来る片岡さんに占ってほしい人はぜひぜひお声がけ。ピシピシ言われてますもんね。ピシピシ言われてます。でも私以外の普通の人って優しいもんな。え、いやそんなことないですよ。お客さんには優しいですけど、本当の友達にはズバッと言います。お客さんには割と濁して言いますけど、うん、じゃあ本気モードで来るというのをね、本当に開運したいんだったらズバッと言いますね、はい、だからめっちゃ分かりやすいですよ。衣笠監督は友達がいない星ですよね。お酒飲んだらダメな星。お酒飲んでちょっと女性関係でダメな星じゃないですか、はい、ね、孤独な星でも頑固だから頑固だから人が寄ってこないっていうね、うん、だからその頑固さをちょっと柔らかくしたらいいのになっていう星ですね。でしょうね。はい。まあ、私もいろいろある。私もこのように片岡さんにピシピシいじめられてみたい方はどうぞ振るってご応募くださいませ。私は人のために尽くさないとダメな星です。自分じゃなくって自分よりも人のために尽くさすると開運するって星ですね。なのでこういう風にやってるんですけど。人それぞれテーマがあるんですよね。まあね、結婚したいだけだったら幸せにならない。いい人と結婚するにはどうしたらいいか。悪い人と結婚するんだったらしない方がマシ。それをはっきり言います。だからあなたはいついつ結婚できますよとか言いません。いついつ結婚する可能性高いけどここで結婚したら不幸になりますよっていうふうに言うんです。いや、まあそういうことで募集でございましたのでよかったら振るって、じゃあ再来週はもし来られたその方の占いをして、なければもうちょっと一般的に占いでなんか星座占い星座で分けてみたいなことで、まあ月占いでもいいのでしょうけど、そんな感じで、はい、やられる感じですね。はい、まあ今週もそんな感じでやっていきましょう。今週じゃない、今月も。これでまた長峰さん復帰したらちょうど1ヶ月でちょうどこれワンクールが終わるという形に整えて待ってるので、あとは長峰さんの、まあ、コロナ騒ぎでちょっとその煽りを食らって、もう身動きが取れなくなってきてるみたいなんで。仕方ないですね、はい、私たちも実際こうコロナっぽいですよね、こういうリモートでの録画、まあ、そうですよね、こうあるべきだったかもしれないですね。まあまあ、途中からね。だいぶなそういう形になってきたんで、まあ本当にコロナね、コロナもまあでもオリンピックかな、オリンピック大阪ぐらいにいろいろまた変わっていくんでしょうけどね。はい、たくさんもね咲いてきましたしね、皆さんね、うん、そぞろ歩きというちょっと人も京都は増えてきて、うん、ですね、やっぱりね、みんな外に出たいですよね、うん、ね、やっぱりね、閉じこもってるとね、ああ、いや、今頃さっきの話の頭の方で気がついた、背景のバラ、美しいですね。だって桜がね、最適だから、バラ、これ、桜のつもりなんですよ。はい、桜か、ごめんなさい、すごい花の量が、花の量が多かったね。背景のバラは美しくて、私は、私の、背景を。いや、そんな、いや、何、言葉が失ってる、みんなが見つからない。お花で、お花でさらに美しくなってますから、お花をしたいってさらに美しくなってますから。いや、沼に咲いても知人の花、花の中でも一番目立つ花は片岡ですよ。そこまで言わなくてもいい。いや、言おうとしてたんだよ、なんか。もう最初から言葉は出てこなかったんでしょ。そうそう、言葉が出てこない。いやいや、ゆっくりじゃなくて、ゆっくり行こうと思ったら、どんどん突っ込みが、こっちは大田ループというか、空中戦で負けた状態。いや、遅い。このように理屈っぽいんですよ。あなたは何でも広げて終わらない。そして1分でその話が30分ぐらいになるんですよね。私のせい、まあまあ、また半分は私教えてるけど、片岡さんのせいもあったわ。皆さんにこのずっと深いと空中戦を楽しんでいただきたい。空中戦とみたな。ドッグファイトによって横断を受けた。
成が早いです。社会勉強するんですよ、人見知りですからね。もともと人見知り口勉強、ちょっと喋れない。小学校の時に全く喋れなかったんです。お母さんに対してガールスカートとか連れて行ったんですけど、ガールスカートでイズチってあんまり誰ともしゃべって、気遣って大丈夫とか話しかけてくれればくれるほど、どん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 から言ってるような人でした。一言じゃないけど、なんか気遣って帰りたいです。帰りたくない時とかありますよね。こんなとこよりも早く家に帰って妄想世界の漫画を描きたいとかって思って。漫画の世界では明るい自分がいて、社会では全然通用しない自分がいる。おう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 。まあ、この話をするとまた長くなります。おつぼにハマっていきますよね、お互い。締めましょうか。今回も大体こんな感じです。また今月もよろしくです。あ、加藤子さん、なんかお客様に一言、はい、お客様に一言、ありがとうございます。また来週も見てくださいね。はい、ではでは、なんかファンサービスをそろそろ、だからそれをねやろうと思ったらね、もうほら画面が全然自分選べなかったんですよ。あ、なるほど。ではまたお楽しみに。また来たんですよ。